明治橋掛川城です、入口の周辺だけちょっと確認のため映しておきますね。左に見えてる奥の櫓が太鼓櫓、それと四脚門、それからこのよく写真に出てるとこですね、掛川城公園記念碑がありで三日月堀ということ で右が、二の丸の御殿になりますね。二の丸御殿は、まあ、別に写してますんでね、ご覧ください。であの何かというと三日月堀、武田氏の名前と一緒ですけど、こう山内和豊がね作ったお城ですから、こういう感じでですね、上から見ると分かるんでしょうね、絵図にも載ってますけども、まあ、三日月堀から見た、天守いかがでしょうか。ちょっとここだとね分かんないな、こういう感じですかね。ここに三日月なんですよね。で三日月堀に、天守が映る夜景とか撮りたいですね。昨日来たんですけど、ちょっと時間的に撮れなかったですね。こういう感じです。まあ、非常にあの美しい城だなと。やっぱり離れて見るほど高知城に似てますけどもね、いかがでしょうかね。はい、三日月堀と掛川城。何しろ2006年のそのいわゆる現存天守ではないんですが、木造での日本初の復元、本格的な復元ということでですね、まあ、価値ある一城だということになります。それと他でも話しますけど、この二の丸御殿と、先ほどの太鼓櫓についてもですね、見どころの一つなんですよ。もともとこの2つしか遺構というか建物はなかったですから、私が来たのはもう90年ぐらいからですけども、まあ、当時はまだですねお城天守は完成してなかったという状況になってですね、またこの太鼓櫓と二の丸御殿、この2つの、構築物建築物が、まあ、見どころの一つということになってた時期ですね。ですからこんな立派なもんができるとは思いませんでしたけど、まあ、こう四脚門、いわゆるあのこう四つ足門という名前ですけど、四脚なんでしょうね。入口、それとやっぱ見上げる天守が一番綺麗ですよね。こちらからも角度によって少し違いますけど、本当に離れれば離れるほどですね、特にあの夜景なんかはね、街の中からかなりくっきり目立ちますし、まあ、新幹線乗ったことある方はね、掛川通るときにあの明かりがついてるんで、あ、お城だっていうことで、何城かなっていうことで見てる方が多いと思いますけども、掛川城ですね、あまり深夜まではついてないですけど、ある程度の時間までは、夜も見れると、夜景が見れるという場所になってますね。まあ、二の丸御殿もぜひ見たいところですね。はい、掛川城の入り口付近でした。